真夏に咲き誇る桜、雪で冷やした倉庫に貯蔵して開花を遅らせた雪氷桜です。札幌のマラソンコースに飾るため道内34市町村から集められたものですが、オリンピックが延期となり、市民や観光客のため展示されることになりました。ずっと自粛中で家で出て桜見えなかったから綺麗だなって思って、よかったね。オリンピックなくて残念だったんですが、ちょっと桜を見て楽しい気分にさせてもらったので。雪氷桜は明日まで札幌駅の地下街のほか、テレビ塔や新千歳空港でも展示されています。